こちら、ブレードオプティック、こちらを紹介したいと思います。このブレードオプティックなんですけども、サイズ展開の方が92、96、104、114という展開になってます。今回この2機種持ってきたんですけども、ちょっとサイズ展開としてここでちょうど分かれ目となるかなという部分で持ってきました。センター幅104の部分に関しては、リフト回しでちょっとパウダーも滑りたい、多めに滑りたいなという、こっちは96、センター幅96なんですけども、リフト回しで、ほんのちょっとだけパウダー滑りたいけども、圧接板をちょっと多めに滑りたいよと部分で、うまくセンター分けされてます。ラインの他の機種でブレードという機種があるんですけども、メタルプレートが入ってるんですが、そこが、魚の骨みたいにこう肉抜きされてるんですね、はい、ちょっと見ていただくと分かると思うんですけども、はい、分かりますか、こういう四角形のこう肉抜きの部分があるんですけども、はい、でこれがですね、メタルプレートを切り抜きした、ガスペダルメタルというのが入ってます。メタル全体で入れてしまうと結構重さがあるんですけども、肉抜きして軽量化で、かつメタルと同じようなしなやかなエッジング操作ができるようになってます。ちょっと大人な板ですね。